山盛りキャベツサンドに。サンドじゃねえ、匂いたまんないね。さっきあんなだけこもりしてたのにこれだけ数が減るっていう。ということでですね、普段料理研究家やってるんですけども、料理研究家ってじゃあ普段どういう風に何もの食べてんのっていう、いつもはこれ以上ないとかいろいろ言ったりもするんですけども、それなんてすげえテンションが上がらなかったんで、とりあえず皆さんも会社行く前とかあるぐらいですか、それです。僕も今回ですね、それで動画撮ってるんですけど、まあ、これからね試行シリーズとかいろんな料理を撮っていく中で、やっぱり最初にエネルギーを蓄えないといけないと思うんで、料理研究家いつも食べてる朝飯シリーズということで、春キャベツトースト、春キャベツも今って回ってますんで、トーストするとうまいっていうことで、二日酔いの僕でもできる春キャベツトーストめちゃくちゃうまいんで、これやっていきたいと思います。そのテンションに耐えられなくなったらもう別の動画回してください。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずキャベツ、春キャベツですね、金麦ました2枚、大体2枚で、これ75g です。野菜はねできれば測った方がいいです。 75g キャベツ用意します。ハーフベーコン3枚ね、大体 25g から 30g。 パンね、僕はまあご飯派なんですけど、たまにパンも食べます。6枚切りのもんだったら何でもいいです。あとバターね、調味料は概要欄に書いてあります。やっていきたいんですけども、このチャンネルよく見てる方は分かると思うんですけど、いつもの儀式ありますね。やっていきたいと思います。それからいっぱい食べなきゃいけないので、カロリーミットがあります。カロッタやります。まずね、キャベツね、こうやってちょっと千切りにしていきます。全然連なってるってね、1枚ずつ切った方がいいね。1枚ずつ切って、で芯の部分はね、こう取ってください。これだと連なっちゃうじゃないですか。こうやって丸めて切るんですよ。丸めて切ると非常に切りやすい。はい、こんな感じね。ここはね、こうやってね、ちょっと削いじゃん。こうやって丸めやすくなるんで。ザクザク切っていきます。芯の部分はね、ここら辺で薄くスライスした方がトーストを寝て食べた時に歯に当たんないんで、またそんなところは薄めに意識してやるといいですね。まあ、最近はこの姿で出てきても皆さん驚かないと思うんでね、全然受け狙いとかじゃないですから、普通に二日酔いなんで毎回毎回テンション上げてらんないんですよ。芯の部分ね、これもったいないでしょ。これ僕はこういう芯の部分はこうやって斜めに薄くスライスする。そうすると混ぜた時に違和感がなくなるんでね。こっちに入れますよ、ボウルに。後で和えるんでね、スライスのものでいいです。でこれも千切り、非常にパンが美味しくなります。料理開発してる人はこれですからね。いつもお酒飲んで料理研究してるっていう風に思ってる方いらっしゃるんですけども、舌の感覚鈍るんで、レシピ開発は全部シェアでやります。割とそこだけストイックです。コールスローってどういうことかっていうと、まあ千切りした野菜とかをね、和えるんですよね。ドレッシングにマヨネーズね、だいたい大さじ1杯ね、まあ、ピンポン玉1個ぐらい、これ一つまみのだいたいこれぐらい。一つまみっていうのは2つの指じゃなくて 3つ指で入れる、だから結構入るんです。塩も一つまみ、塩も一つまみなので、これぐらいね、これぐらいの量で入れます。小さじ換算すると小さじ6分の1が一つまみなんで、大体 グラムでいうと 1g を入れるのが一つまみっていう、僕はそれぐらいでやってます。黒胡椒はたっぷり入れていいです。で味の素1、2、3、はい、味の素入れることによってうまみが増しますから。でこれちゃんとよく混ぜていく。春キャベツって何がいいかっていうと、冬のキャベツより柔らかいんだよね。冬のキャベツの場合はもっとね細かめにやった方が、パンには合うと思う。これ 5g ぐらいのバター、今僕のテンションあるじゃないですか。あのテンションでワンクリックで挨拶が出た時にその動画を閉じられる確率 35% なんですよ。僕も
二日酔いの時にあのテンション見るのすげえきついんですけど、っていう時はね、サムネイルで二日酔いって書いてある動画を見てください。そこにコールスローを、まあもっさりと焼くとちょっと縮みますんで、こう手にね乗せちゃっていいです。山盛りキャベツサンドに、サンドじゃねえね、これ調査で焼いていきます。100度で7分だけど、まあ250度でやってもいただいてもいいですし、250度でやろうかな。250度5分ぐらいで1回やってみよう。はい、じゃあ5分ぐらいやったんで見てみましょう。うまそうじゃん。匂いたまんないね。さっきあんなだけこもりしてたのにこれだけ数が減るっていう。カラリとパセリをかけておしゃれにしていきます。おっさんの作る世にもおしゃれな朝食、春キャベツ完成です。はい、じゃあ食べます。食べにくいからこうやって切っちゃう。じゃあいただきます。おしゃれだね。キャベツが甘い。もしある人はからしとかマスタードとか混ぜ込んでもいいかもしれない。ありがとうございます。最近この状態の俺とここが似てるの嫌だな。絡みづらい。それならこんなんじゃない。そうだね。いただきます、はい。うまっ。うまい。春キャベツが出回るとその食べ方やりたくなる。しんなりしてすごいシャキシャキしてて美味しい。火が入ったのと入ってないのと中間ぐらいでしょ。冬キャベツだともうちょっと硬くなる。冬キャベツでもうまい。芯も全然気にならない。芯は細く切るって切って熱処理すれば、むしろ芯のがね、うまいんだよ。そうそう、野菜たっぷり取れるから、忙しい日はこれ1個食って出勤していいと。結構なかったらツナとかでもいいから。いや、いや、そんなことない。絡みづらいっすか。いや、視聴者に飛ぶ。いつもの感じに。いつもの、なってくる。おちゃんシャワー浴びてね。そんなことやりやすいでしょ。じゃあやってみますよ。コスプレしてもらって。料理研究家のコスプレな。はい。まあでも最初からあのテンションでやってたら多分誰も登録しねえから、最近は登録者増えたからね。だからできてますけどね、あのバカみてえなテンションでやってたから増えたっていうのがありますね。一応見てもらわないとっていう紹介だったんで、はい、ちょっと愚痴チャンネルになっちゃったね。